あ、俺のオリジナルなんだ。素敵よ。俺に残ってるのは桃子と音楽だけだよ。まあそれだけで十分だけどな。音楽はショーの生きがいというわけね。ショー、私できたの。ショーと私の赤ちゃん、3ヶ月目ですって。正直に答えてくれ。妊娠してるって本当か？やっぱり聞いててくれたのね。眠ってたのかと思った。順調なんですって。不思議ね、このお腹の中に違う命が育ってるなんて。するって。そう、今夜のあなたって変よ。何かあったの？下ろせよ。子供だよ。下ろすんだ。わかるだろ？どうして？ちょっと私の子よ。うまくにはいかないんだ。いや、いやよ、そんなひどいこと。待って！少し休んだ方がいいわ。寝てる暇なんてないんだ。隼人と曲を仕上げなきゃな。そう、お願いだから無理はやめて。生まれてくる赤ちゃんのために一生懸命働いてくれるのは嬉しい。ロックコンテストでいい曲を作って頑張ってほしいと思うの。でもお金なんかなくたっていい。今まで通り健康なショーでいてほしいの。お願いだから無理するのはやめて。
分かってるよ。